安全に気をつけてよ。おお、このでも周りには削るもんか。でもおい見て、行くぞ。ほう、でっかい山柄だ。山柄、名前、まあとりあえずはピンボー、この同点なあなたたちの旅はまだそうで、ですので簡単に、そうです、設計図さえ持っていれば、そう、それです。まずは最後に、そんな簡単に作り出せるもんなのか。もしか、まあさ、彼の話、つまり金色、実は私もよくそんなことや、もし聞きた、
この景色を堪能しようとしたが、旧友は。子供たちよ、こっちに行きなさい。どうしたんだ、ピンマーヤ。いや、子供たちはリユエコのと、今回はバーヤの仲間と。贈り物。子供たちよ、以前先人の鈴を探すために壺に入っ、まだまだ旅は長いんじゃ。幸い、バーヤは年こそと。おや、まだ行っておらんかったか。いろいろと能力はあるが、前に子供たちが入った壺も。あんなすごい壺なのに、簡単に。あの世界をなすためには浮世を離れる必要がある。そんな大層なものじゃない。まあ昔の話はこの辺にして。そうだぞ、オイラたち探し物は得意だからな。まあまあ、二人ともそうせかすでない。もうすでに足の速い者に任せてある。必要な材料は特別なんじゃ。子供たちでは探す。例えば敵歌集の、そしてぬりゆりの根をたどってほっ。じゃが敵歌集があんなことになってからは、さらにそれより困難なのが、双眼鏡園から採掘できる水角石。水角石は貴重な戦物で、常人では千人の気に耐えられない。長く触れれば体に害をなすじゃ。あの子がそれを見つけられるといいんじゃが。ピンバーヤは千人だし、その子も千人なのか。まあ彼女も千人と言えなくもない。なくもないって。なんでリーユエコーにはこんなにたくさん仙人がいるんだ。どこに行っても仙人に会えそうだし。ありえるかもしれんの。バーヤ、ただいま。おや、この二人は。紹介しよう。この子はエンヒ。さっき言ってた子じゃよ、エンヒ。こちらは旅人と彼の仲間じゃ。ああ、もちろん知ってる。戦艦軍の記録に詳しく載っていたから。以前ゲーセン儀式の騒動で戦艦軍に不審者として指名手配され、絶運の間で戦艦軍を撃退し、ファデュイとも関わり、最後はバーヤと共に魔人を撃退、七星のおかげで容疑が晴れたと。そう、私に会えなかったことが。もっと早くに会えていたら、その場で容疑を晴らすとまでは行かなくても、少なくとも、ひどい目に遭わずに済んでただろうな。改めて自己紹介しよう。私は縁妃、法律家だ。法律に関する困りごとがあれば私を尋ねるといい。ああそうだ、私の名刺を。連絡方法と職場の住所が載ってる。急用ならその住所に手紙を。ああ、それと初めてのお客さんには割引があって。縁妃、そろそろ本題に入ろう。今の二人には法律の助けなんていらないじゃろう。子供たちや、そう驚かないでおくれ。この子はいつも、オイラたちがこれまで会ってきた仙人とはなんか全然違うような。仙人？まあそうとも言える。お父様は自分のことを仙人だと言っていた。かつて岩王帝君と共に戦場に立っていたらしい。戦いが終わった後、帰郷してお母様と結婚したそうだ。それから私が生まれた。私が大きくなった後、お父様はお母様と一緒に、なんか勝手だな。仙人たちってリーユエコーを守るため契約に従ってるんじゃないのか。お父様から聞いた話によると、帝君とはそのことについて話し合いをしたらしい。まあそのことについては一旦置いておいて。マーヤ、頼まれてたものはほぼ揃ったぞ。今双眼鏡園は完全に封鎖されていて入れそうにない。申請をしようにもそれも通らないだろう。そうじゃったか、縁妃。何か案はあるかの。
わかってる。バーヤから何回も言われてたし、双眼巨炎から水角石を取れなくとも。ちょっと待ってて、調べてみる。うわ、すっごく分厚い本だな。商業競技、鉱石、スネーシナや。見つけた。このクロッサルというスネージナヤの商人から希少な鉱石の法律に関して依頼されたことがある。彼は水角石を仕入れてかんざしを作ろうとしていた。そこに法的な問題が潜んでいないか聞かれたんだ。スネージナヤに持ち帰って売るらしい。よし、彼を探してくる。もしかしたら水角石、お前も一緒に来るのか。あ、ダメとは言わないが、横で見ているだけにしてくれ。安易に首を突っ込んで法律を理由に警告してくるなんて、そんな仙人初めて会ったぞ。彼女と行動するときはオイラたちもいろいろ注意しよう。くだらない。クロッサールさん。ええ、縁師さんのおかげで順調です。小さな手助けをしたまでだ。それよりも少し前に水角石を使ってかんざしを作ると言っていたが。そのことですか。はい、確かに水角石を少し仕入れて。縁師さんはかんざしにご興味が。申し訳ないのですが、あの髪飾りは今水角石って希少なものなんだろう。それは心配いりません。貸し出す時に志向さんと契約を交わしました。もし紛失や損傷によりこちらが害を被った場合、その代わりあの水角石が偽物であった場合には、私から志向さんに商品の10倍の値段を支払う。本物であることへの絶対の自信、10倍の支払いを約束するとは。当然です。きちんと両者が安心できるようにしなければ。では志向さんの居場所はわかるか。ええ、知っています。契約をするときに住所を。感謝する、クロッサルさん。一体どうすれば。はい、志向ですが。突然すまない。私たちは志向さんがクロッサルさんからかんざしを借りていると、そのかんざしに興味がある。見せて。そのかんざしは今きちんと持っていたはずなのに、紙にもつけていなかったのに。このかんざしを借りるためすでに多額のお金を使っています。私の家は鉱石を扱う商売をしているのですが、すでに支払いをいただいた商品の発注書が溜まってしまって、あと数日すると鉱石商が一堂に会する宴会がありまして、その機会に彼らとあのかんざしを借りたのは、その見くびられないためにも。しかしそのかんざしをなくしてしまっては。なんかよく見る展開になってきたな。え、手伝ってくれるのですか。冒険者協会にも依頼したのですが。ちょっと待った、探すのはまだ。志向さん、契約書を見せてはくれないか。契約書ですか。わかりました、ずっと持っていたので。はい、これです。どれ。そうか、縁妃は法律家だから志向を手伝ってあげられるんじゃないか。それもそうだな。でも両方うまくいく方法はないのかな。なるほど、契約書は見終わった。細かい条件まで明確に記載されている。それに契約書には弁償額は市場価格を参考にするとも。水角石の希少価値から算出すればもっと多大な額になるだろう。もっとですか。
ああ、シコ、今にも気絶しそうな顔してるぞ。でもそれは、かんざしに使っている鉱石が水角石であることが前提条件。回りくどい言い方だな。かんざしはもうなくなってるんだし、どうやって石を判別するんだよ。どう考えてもそのかんざしを見つけるしか。だが、かんざしを見つけたら弁償する必要はなくなり、確かに。やはり面倒はかけられません。かんざしをなくしたのは私ですから、契約通りに弁償をいくらだろうと払います。私の家は商人の一族です。これ以上クロッサルさんに隠していても仕方ありません。クロッサル、確かにそれも法律にのっとったやり方だ。しかしその前に、かんざしに関する問題が残っている。志向さん、もう少しお待ちを。一番最初にそのかんざしに触れた時。一番最初に触った時ですか。確かかんざしには鉱石がはめて、私の家でも玉石は取り扱っているので見間違えることはありません。触り心地がいい上品な玉石。なんでもない。ただ少し再調査すべきことができた。くだらん、無駄だ、無能。縁石さん、どうしてまたここに。おや、志向さんまで。どうで、あのかんざしはなくした。ご冗談を。あのかんざしがいくらするのか知って。ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。弁償、どれだけの手間をかけて。あの、ああ、もういいです。これ以上言っても仕方がない。ちょうど縁石さんもいますので、弁償額を見積もってもらいましょう。問題ない。だがその前に市場に行って調査がしたい。それから一つ質問がある。クロッサルさん、あのかんざしに使っていた水角石は。当然です。正真正銘の水角石で作られたかんざしです。わかった。では先に市場で調査をするから、帰ってきた後に弁償額を見積もろう。クロ、それではお願いします。まったく、あのかんざしをなくすなんて。弁償金はしっかり支払って。どうやらお金を集める方法を考えなければなりません。志向さん、少し話したいことがここでは言えないので、どこか落ち着ける場所で話そう。くだらない。はっ。縁石さん、話とは何でしょう。その…違う。私が言いたいのは、あのかんざしにあった鉱石は水角石じゃないかもしれないと。え、どういうことだ。まさかこっそりかんざしを見つけたのか。私は冒険者協会の冒険者じゃないから、使い走りみたいなことはしない。私はただ推測しただけ。バーヤから聞いたかは知らないが、水角石は地底深くにあるもので、常人が触れれば体調を崩したり、重度の場合には性格にまで影響が出たりする。志向さん、そのかんざしを持っていた間。ありませんでした。何もかも正常で。どこ、それだとおかしい。それにさっき気づいたけど、私の推測が正しければ、例の水角石は彼が持っている。それなら直接聞き出してやろう。目の前で詐欺を暴くぞ。ああ、それはいけない。今彼を問いただしても認めないの一点張りで、私たちを突っぱねるに決まってる。そしてその後は水角石を海に投げて証拠隠滅だ。彼は契約通り志向さんに弁償させるだろう。そうなれば私たちはリーユエ中を探し回り、あのかんざしがまだこの世界に存在することを祈るしかなくなる。おお、
まるで過去に経験したことあるみたいな言い方だな。確かにそういった案件はいくつも見てきた。さっき言った方法は中でも簡単で大雑把な方。もっと巧妙な方法はいくらでもある。では縁師さん、こういうことに詳しいのでしたら手伝っていただけないでしょうか。もちろん問題ないけど。え、なんでまた契約を。なんだか縁師は他の人よりも契約にこだわってるみたいだな。ここまではただのおまけで手伝っていただけ。ここからは正式な依頼の契約。契約に縛られない依頼は信用できない。わかりました。ではお願いします。縁師さん、問題ない。まずはこの表紙に署名を。私もここに署名をして、5ページ7ページ、あと最後のページ全て署名して。それからこの朱肉で母印を。これが契約を交わすってことなのか。ページ数がすごく多いぞ。これでよし。依頼料は全て契約書に載ってるから確認してほしい。全て目を通しました。問題ありません。では2枚ある契約書のうち1枚は志向さんが、もう1枚は私が。大丈夫だ。こういうのは一見面倒に見えるが、きちんと理解すればそう難しくはない。過去にこういった調査をしたことがないんだろう。ならばこの機会にちゃんと見ておくといい。でも縁師さん、どうして私なんかのために。私たちも水角石を探してるんだ。クロッサルさんの周りには明らかに元素の痕跡があった。まあその水角石を装飾品にしたかはさておき、手がかりなのは間違いない。それに法律を利用して悪事を働く者を私は許せない。この話はここまでにしよう。まずは、あったまずは海水口の石章のところへ行こう。鉱石の加工に関して彼は専門家だから。クロッサルさんが鉱石を加工するとしたら石章が最良の選択なのは間違いない。実は いらっしゃいませ。おや、まさかまた誰かが私のとこでいい石が出ないなんて。そのことじゃない。ここに来たのはクロッサルというスネージナヤの商人が。クロッサル、スネージナヤの商人。ああ、かすかに覚えがあります。鉱石を一つ持ってきて、私も初めて水角石を見たので判別することができず、そのままそのお客さんの言う通りにしました。それに彼は羽振りが良かったので深く考えず要求通りに鉱石を加工しました。なるほど。その水角石を加工した時のかけらを。あります。あの鉱石を取り扱ったのは初めてだったので、念のため加工で削ったかけらを残しておいて。ありがとう。早速見せてもらう。この断面と模様、水岩石のかけらのようですが。はい、そう珍しくはない鉱石の一種です。以前聞いたことがあるのですが、水岩石は水角石の外装らしいのです。水岩石と水角石って。気になるのならそのかけらの元素力を観察してみるといい。水岩石は元素の微塵もな。そうなのか。じゃあ元素資格で見てみようぜ。どうだ、何か見えたか。本当に別物なのか。でも思考は石のかけらだけで違いがわかるなんて。そんなことはありません。ただ普段からこういうものと長く、この2つの鉱石はすごく似ていて知らない方には判別が難しいのです。一文字しか違わないのに市場での価格は天と地ほどの差があります。それに加工依頼にかかる金額も違うものになってくるでしょう。説明はその辺で終わりにしよう。しかし関翔さんは仕方ないとし。計り知れない行動の裏には
計り知れない理由がある。エンヒさん、これは一体？もう一度確認させてほしい。クロッサルさんが鉱石を持ってきた時、確かにこの鉱石を…はい、当時の伝票も残っています。ほら、ちゃんと水角石の加工を…それなら問題ない。その伝票と鉱石のかけらを貸してほしいのだが。はい、大丈夫ですが。用事を済ませるためだ。あ、これはこのかけらがクロッサルさんの持ってきた鉱石だということを証明するための書類だ。はい、わかりました。その、エンヒさん、面倒とまではいかない。ただ、小さな問題だ。この証拠があればクロッサルは何も言い返せないだろうな。これだけじゃまだ足りない。私たちにはもっと有力な証拠が、装飾品作りは専門の職人に任せる必要があるはず。装飾品どこだったか。ああそうだ、正規さんという方が装飾品職人との仲介をしている。もうわかったのか。一体どんだけ知り合いがいるんだ。毎日法律協議に関する依頼が。それに知っての通り、リーユエコーは契約の都、つまりここでは法律はとても。でもあのテンチェンが定めた法律は複雑すぎて。だから法律に関する手助け。法律に関する手助け？それは大丈夫。現在に至るまでの法典はすべて法律家として基礎的な知識だ。そんなに驚くことはない。仙人とは関係ない。すごいことを。さあ正規さんのところへ。あら、エンヒさん、今日は何をしにここへ？以前のお客さんはもう問題ない。クロッサルという商人から装飾品職人への中間。クロッサル？ええ、覚えてるわ。スネージナヤの商人でしょ。彼から渡されたかんざしの設計図はとても複雑なものだったから、その依頼はとても時間がかかってね。つい…なんだか証拠と言えるものはなさそう。正規さん、もう一度確認させてほしい。クロッサルさんが職人への仲介を依頼してきた時。ええ、間違いないわ。その髪飾りは高価な材料をふんだんに使っていたから、値段…クロッサルさんはその過程を知らなかったみたいだったが、ちょうど書類の写しがあるわよ。ほら、水角報酬のかんざし。登録された鉱石の種類は確かに水角石。正規さん、この書類を貸してもらえないか？いいわよ、どうせ私には何の役にも立たない書類だから。大丈夫、ちょっとしたことだから。なんでみんな同じ反応をするんだ。よし、証拠も揃ってきた。最後に、あの首に蛇を巻いてる水角石が人体に有害であることを証明する、その最後の証拠を手に入れたら。無駄だ。行くぞ。おや、これは珍しいお客さんですね。ナナをお探しなら今。それとエンヒさん、あなたが来るなんてもっと珍しい。いや、今日は白術さんに聞き。水角石、確か七蔵三景の第六。七蔵三景によれば、その鉱石は山中の玉髄に付属し、元素力を豊富に蓄えていて、神の目を持たない人が長時間触れると空用事がなければ仏殿には。私に水角石の医学的特徴に関する証明。その通り、白術さん、お願いできる？書類くらい簡単なことですよ。しかし、あなたたち以外にも
あるスネージナヤの商人から私の返事を聞くや否やがっかりしていましたが、エンヒさんが今していること、そのスネージナヤの商人と関係、このことについてこれ以上白術さんには面倒をかけられない。書類どういたしまして。あの白術、なんか何かを探ってるような話し方だ。おいらの勘違い。エンヒさん、調査はもう済みましたか？ああ、確かに調査は終わった。弁償金の密、それは良かったです。契約にのっとり、クロッサルさんは志向さんに商品の十分、はい、私が弁償、間違ってなどいない。私の調査とこれらの証拠により、志向さんに貸した水角保護の契約には、水角石が偽物であった場合には10倍のモラを支払うと書かれ、証拠、何の証拠があるというのですか、エンさん。私は大金を支払ってあの水角石を仕入れたんで、その鉱石が偽物である証拠、もちろん関係者たちによってその証明をされ、鉱石が偽物であることを証明するには海水口から得た証拠を先に提示する。鉱石が偽物であることを証明、これは海水口から手に入れた加工記録と鉱石のかけら。それはあの石章ですら、それに水岩石はもともと水角石の外層にあるものです。その説には、では私の鉱石が偽物だという実証、一つ目の証拠は役に立たなかったぞ。法律を語るには証拠を、その書類、私のかんざしが本物だということを証明している。そんな、二つ目の証拠もダメなのか。確かにその言い方であれば、かんざしが本物、もちろんです、本物を証明する証拠。まあ少し待て、まだ最後の証拠を出していない。旅人、あの決定的証拠を出してくれないか。こ、水角石は山中の玉髄に付属し、常人がそれに長時間触れると体に影響を及ぼす。クロッサルさん、水角石の特徴は知ってただろうか。それは知りませんでした。知らなかった？ああ、それもそうか。でもそんな危ないものを貸し出す、どうやらこの先は私の範囲ではなく、しかしもしクロッサルさんが知らなかったというのなら、総務省もそれを考慮して見逃してくれる。心配しないでほしい、クロッサルさん。私たちが集めた証拠は、総務省がこの件を審議するときは、ちょっと、知っていた？おや、クロッサルさん、水角石の特徴を知って、じゃないじゃないって、もしかして水角石じゃ、それならクロッサルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払うことになるが、クロッサルさん、返事は？私と、うわ、エイヒ、なんだか突然人が変わったみたいだな。認めます、そのかんざしにある鉱石、しかし私も運が悪かったんです。大金を支払い、水角石を仕入れて髪飾りを作って売ろうとしたんですが、水角石を手に入れてから何日も体の調子が悪く、夜も眠れず、それで父母に行って聞いたんです。そうしたら、だから水角石と似ている水岩石を使ってこのかんざしを、本物の水角石は特製の箱に入れてあります、誰かに見破られるんじゃないかと怖くて、ひとまずかん、そうだぞ、本物じゃないならなんで志向にそんな大金を弁償させようとしたん、私だってしたくなかったんです。しかし水角石を買うときに、もし偽物のかんざしのことがバレたら、もうこの業界に、ああ身の上話はそこまで、そんなことに興味はない。契約にのっとり、志向さんに10倍のモラを支払う。10倍、今にも倒れそうだぞ。私は志向さんとの契約により、その賠償に2割
あの水角石を仕入れた時以上の額じゃない。そんなに多くは支払わん。あの髪飾りにあった水角石が偽物だとしても、クロッサル飛行さん、あなたは。でもクロッサルさん、その水角石が必要ないのであれば。え、それは。はい、わかりました。エンヒさん、その水角石は差し上げます。契約にはそぐわないけど、まあいい、これで足りる。今回はお世話になりました。エンヒさんのお時間が空いている。どういたしまして。ああ、そうだ、志向さん。え、そう、ならよかった。クロッサルさん、私の依頼人は。そうですか。それよりもクロス、あなたの設計したかんざしを見て、装飾品の設計に優れ、もしあなたが設計する装飾品と私の方で取り扱う鉱石。なるほど。よし、これで解決。バーヤに頼まれてた水角石も手に。そうだな、かんざしをなくしたって聞いたら普通はそれを探すことになるのに。でも結局かんざしは。目的が異なれば、私の依頼人である志向さんの目的は弁償金を削減すること。リーユを走り回ってかんざしを探すより、その千人以前の戦いにお前が参加した時、バーヤから聞いているだろ。今のリーユエコーは人間が統治する千人とかいうどうでもいい身分よりも法律家としての身分の。だって今のリーユエコーでは法律に精通している法律家の方が千人。誰かさんがそれを聞いたらどう思うか。必要なものも見つかったし、バーヤのところへ戻ろう。白術さんはいつもそうなんだ。証拠も集まったし、そろそろクロッサルさんのところへ向かおう。おかえり。どうじゃ、よしよ。マヤ、もう全部揃ってるなら。ああ、もう帰って。じゃあ私はこれで。旅人、私からもらった。最近は他国の法律も研究してる。もし他の国。このこったら、もう戻るんじゃろう。今行くところだから。彼女の父親だって、帝君と一緒にいた頃はあんなんじゃなかったのに。そうじゃの。エンヒはああ見えて仲間たちの中では一番好む。今の理由は。さあ、おしゃべりはここまでにして。おう、楽しみだな。一体何ができるんだ。ただ壺を一つ作るだけ。あれで落とさないようきちんと持つんじゃ。それとこの設計図。でもばあや、心配はいらないや。もう、おちびちゃんをつ。